創始トン本補、創始天運編冒頭、創始は、創始の著書とされるどうかの文献。現存するテキストは、内編7編、外編15編、雑編11編の33編で構成される。現存する、創始は、内編のみが創始その人による著書で、外編、雑編は、構成の儀書であるとの見方が一般的である。式、老子間比列伝によれば、 創始の書は十万四字であった。漢女、芸文詞によれば、元は五十二編あったという。金谷治の説では、これらの編が創始として体系化されたのは、ワイナンコを編集したワイナン王竜案のもとであろう。老子と創始をまとめて、老僧と称すのも、ワイナンコからである。新代、角像は、漢の時代の創始テキストを分析して、 宗集の思想と異なるものが混じっていたために10分の3を削除して内編7編、外編15編、雑編11編にまとめ、現在の33編に整備した。それが現行の定本となっている。現在の時数は約6万5千字である。角像はまた宗州という注釈書も残した。唐の時代、道教を信仰した幻想皇帝によって宗市に 南花新人の功が送られ、書物、創始も、南花新行と呼ばれるようになった。老僧と言われるように、老子と創始の間には、思想的なつながりがあると思われがちだが、内編についてはない。後に、前述のワイナー王流案のところで、老子と創始が結びつけられ、外編、雑編の中にはその路線で書かれたものもある。一方、論語など、 儒家の文献を創始が読み込んでいたことは、創始の中に孔子がたびたび登場することからわかる。儒家の中でも同時代の孟子などとはつながりがなかったようである。列士は創始の先輩の同化思想家である。創始の中にも列士が出てくる話がある。ただ現在残る列士は問題のありすぎる書き物であり、列士その人の作とは考えられない。列士と 創始の間には同じ話が出てくるが、おそらく、創始の方が先で、烈士がそれを取り込んだのであろう。創始は、無意自然を解く。ただしその内容は、各編によって様々である。森三木三郎によれば、内編では、素朴な無意自然を解くのに対し、外編、雑編では、無意自然、すなわち人や社会をも取り込んだ自然を解いているという。雑編になると、例えば、 女王編、投石編、雪剣編、漁夫編のように、明らかに創始本来の思想ではないものも混じっている。固有名詞を全く使わない、老子と違って、創始の中には実在の人物のエピソードが数多く、含まれている。もっともそれらのほとんどは空間であり、歴史的資料になるものではないが、当時の風俗を知る上で貴重な資料となっている。登場回数が多いのは、 講師とその弟子たちで、葬師では、講師は、同契約にも、尊敬すべき人と申されている。上官内編 ISBN9 長7846億2557万70。老子を、平六下巻外編、雑編 ISBN 9長7846億2557万87。 1> 第1冊内編 ISBN40 億332万611第2冊外編 ISBN4 億33万 2062X 第3冊外編雑編 ISBN40 億332万638第4冊雑編 ISBN40 億332万646第,33第1冊内編 外編 ISBN41 億2160万169第2冊外編雑編 ISBN41 億2160万193内編 ISBN44 億89万5403外編 ISBN44 億89万5411増編 ISBN4 億4800万 9542X 内編 外編 ISBN40 億6292万4293外編、雑編 ISBN40 億6292万4307。ありがとうございます。